どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。ウォッチドックス2続きをプレイしていきたいと思います。さてと、次なるミッションがね、鏡か、鏡をやっていこうかな。家庭の問題、ハッカースペースでシタラたちと会え。はいよ。じゃあ、まあなんかバイク乗ってスタートしたんですけど、ハッカースペースだったらファストトラブルでいいか。早速行こう。ちょっとね、マップを完全に広いですけどね、頭に入れてここ逃げたらいいっていうのがね、掴めるようになるとオンラインとかもっと強くなると思うんだけど、俺が見てたね、ウォッチドックス1のね、もうハッカー侵入の対戦だと、自分の足元か近くになんか爆弾とかグレネードランチャー撃つと体が吹き飛ぶんだけど、それを使ってね、普通だといけない場所に行くっていう恐ろしい戦いになってたよね。まあ今回クワッドドローンがあるからね。したら、まずい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 、おい、一体どうしたってんだ。ダウンロード数とか使える処理能力を確認してみたんだ。そしたらで、そしたらインバイトのアカウントだらけだった。誰かが俺たちのフォロワーを増やしたってのか。何者だ。そのアカウントの数はインバイト内部からだし、管理者権限を持ったやつだ。数は、それ確認してなかった。僕の責任だ。確認を怠った。あんたのせいじゃない。ああ、もしかしてインバイトの中にファンがいるってことか。どうやら罠にはめられたみたいだな。確認すべきだ。よし、突き止めよう。侵入方法を見つけてやる。確認すべきだったんだよ。なあジョシュ、お前のせいじゃない。いいな、数字はみんなが見てた。気づいたのはお前だけだ。よくやったんだな。ありがとうジョシュ。さあ、不正に使用されたインバイトのアカウントを調べろ。そうね、誰かがね。服を変えます。なんかね、いろいろと追加されたってのはどこに追加されてんだろうね。おお、ホワイトハットジャケット、すげえかっこいい。おお、ボトムスは、あ、これもいい。ホワイト装備でいこうかな。あ、最高にクールだぜ。よし、これでいこう。さてと、ポケット、後ろポケットが黒ってのもまたね。よっしゃ、出るぞ。ポイポパポ。昔ね、この歌、ピーポパポって音で、要は何番を押したってのが分かるんですよね。それが分かる人もいたし、なんかそれを使ってこう、何か送るとかね。こち亀とか読んでたらすごかったよな。それだけでこう、出ろ、ピポパポ音で何か電話をかけることができるとかね。ああ、大丈夫か、すまんぞ。どうされましたか。やべ、通報されてる。落ち着いて、警察が向かっています。了解、なんとかしてみる。やめてくれ。よし、ミッション開始。フラグ付きのアカウントを送る。 CEO のコンピューターを使って。メアリーキャッツキルは休暇中で、オフィスは空のはずだ。わかった。 CEO オフィスの絵のエレベーターにたどり着け。あー、簡単には入れそうないな。ロック全部かかってるもんね。で、解除キーはそこか。手に入れたぞ。
続いてるのはあそこか。どっから行こうかな。普通に入れるかな。どうも皆様、お勤めご苦労様です。さあ、普通に中に入れたけど。別に警備員いないかな。やべ、開かない。こっちは締め出されてるの、これ。どうやって向こうまで行こうかな。でも全然みんな俺に興味なさそうだけど。あ、開いた開いた開いたわ普通にあ、でもこのままじゃいけない。やっぱり上の制御装置のとこまで行かないとダメだな。階段はどこだ。ごめんよ、こっちか。よし、これでよしと。エレベーター解除、今から向かう。オープン。上に向かう、答えを手に入れてやる。幸運をマーカス、サポートする。頼んだぜ。入った。数字を操作したやつを突き止める。おいおい、なんだよ。クライアントが消えてボットを失った。何したの。俺は何もしてない。嘘だろ。マーカス、邪魔したかね。邪魔したようだな。彼女はロック好きかな。自己紹介の必要はないだろう。誰かは知ってる。あの夜ビーチで見覚えがあると思ったら。金星が逆行するか何かしたに違いない。これは運命だよ。君が侵入した夜に居合わせたのはね。会おうとしたら君が小便を垂れていた。頭脳はあるが目的はない。ブルームの CTO がインバイトの CEO オフィスで何してる。なぜ数字を増やした。あ、いい仕事の依頼とか。それはない。絶対にうちのプログラマーより腕は確かだろうが、 CTOS2.0 は最先端のセキュリティシステムとして売り込んでいるんだ。犯罪者は雇えないな。おいおいおい、酒を飲みに寄ったんだが、踊りたいというのなら来い。冗談のつもりが。あ、どうした。殴ってみろ。普通に殴られるんかい。みんなを操ってシステムは完全だと思わせる。それがどれだけ最悪か分かんないのか。聞け、マーカス。聞きたまえ。誰もが善と悪をはっきりさせたがっている。仕組みに興味はない。機能すればいい。機能してないだろ。より良い世界を築くためには多少の犠牲はやむを得ないことだ。
君の戦いは無意味だ。そのままグリズリーの口に飛び込めばいいんだ。なぜ数字を操作した？バレエの人間は殴るのが苦手でね。君らはいい投資だ。攻撃的な上憤っている。おかげで他の連中はうちを頼った。売上のために俺たちを利用したのか。君たちハッカーに対する抑止力だった。今では誰もが私の保護下だ。さてマーカス、君は再登録され、バックドアは封じられ、ボットは消えた、ああそれから君に逮捕令状が出たぞ。ハッキング、企業スパイ、不法侵入で。気にするな、もう用済みだ。やべえぞ、逃げなきゃ。くそ、嘘だろ。お前は包囲されている。手を挙げて出てこい。くそ、はめられた。くそ、警官が包囲してる。そこから逃げて。くそ、マーカス、包囲されてる。今すぐ逃げて。どこに逃げりゃいいんだよ。手を挙げて出てこい。わかった、わかった、行くよ。さあ脱出するぞ。そこだ。乗り込め。よし、大丈夫そうだ。一気に行くぞ。オッケー。後ろがくっついてきてるな。申し訳ない。あ、やばい。それは聞けねえな。よし、よし、大丈夫だな。やばい、そこで止まれ。ちょっとやばい状況みたい。戻ってきて、一緒に解決して。あよ、ギリギリ逃げ切った。ああ逃げ切ったことになってるね。警察車両乗ってたから怒られてんのか。うわ、危ない危ない。完全に罠にはめられたね。いや悔しいなこれや。さあハッカースペースに戻ってこいと。こんなん納得いかないぞ。マジでやってくれたな。よーし、ただいま。くそ、終わりだ。くそったれ。終わりじゃない。とんだ間抜け集団。くそ、しゃレンチ、落ち着いて。無意味よ。ああ、そうだな、無意味だ。なんか言いたいことは？みんな、ああ、正直に言う。計画なんてない。でも考えがある。ああ、とにかく俺を信じてくれ。いやー、まあ今まで集めていたフォロワーたちは偽物だったようなもんだからな。その力を貸してくれる。これじゃブルームを倒せない。
で、消した情報も全部復活してしまった。バックドアもない。お。やりやがったな、連中。最近の状況は良かったとは言えない。最悪だった。どんな状況であれ、現実。あんたのおかげで、私たちは巨大企業の一つを追い詰めた。お礼を言ってなかったね。終わったみたいに言うんだな。違うの？まだやるさ。俺がみんなを納得させてみせる。やらないのか？チャンネルに書かれてた。デッドセックは無意味。デッドセックはクラッカー集団だ。嘘ばっかり言いやがって、ハッシュタグデッドサック。悪く言う奴らはいる。どう思われてもいいだろう。はあ、何って。なんでマーカス気にならない？私は気になる。あんたが現れるずっと前から一目置かれるためにずっと努力してきた。私の居場所、それが台無し。最悪なら何とかしよう。無理かもしれない。そうか、気が晴れるかわからないけど、お前は追われてない。たまねえや。懸賞金はあるのかな。もらっちゃうかも。勘弁しろよ。お前に捕まるもんか。はあ、陸上のスター選手だし。何も傷つけたくない。俺もだ。スウェルター・スキルター。デッドセックをバラバラにしないために砂漠に行く必要があるならそうする。諦めるなんて無理だ。確かこれ、スウェルター・スキルター第3回ジャマホックハッキングチャレンジが中央の層で始まるぞ。お前らの腕を見せてみろ。おお、どこにいるんだ。なんか今聞き覚えのある声が聞こえたけどね。ん？何箇所もある。スワルタースウェルタースケルターを見て回れ。手前のじゃあそこから行くか。すごいね。俺なんか記事で見たことあるな。砂漠の中でそのいろんなアートのショーをするっていうね、何日間の間。すげえ行ってみた。お、おう、こんにちは。いや、ジョッシュ、友達か。あ、彼女はスーザン。ジョッシュ、小学校の教師をしてる。32歳で真っ赤な車を。なあ、チャレンジの前に彫刻の前で集合写真を撮るんだ。その後で来てくれ。悪いな、お楽しみのところ。お楽しみ？遊んでるわけじゃないよ。低速混合機調整が行き過ぎるとエンジンが余分な燃料に耐えきれないって説明してた。フォーサイクルのアイドリングがおかしくなるんだ。なあ、そうか。じゃあ、なあ、また後で。真面目だな、ジョッシュは。おお、すげえ。なんでもあるな。なんかすげえ青色の人がいる。めっちゃ青い。一緒に踊らねえか。あ、踊れない、ここじゃ。お、シターラいるじゃないか。マーキング？常にね。デッドセクノじゃないな。なんか違う気がして。ねえ、落ち込ませないで。楽しもうとしてるのに。俺もさ、な、デッドセックでハッキングチャレンジに参加して勝利をつかまないか。みんなは承知する？させるさ、俺のスマイルでな。確かに素敵なスマイルね。だろ。大丈夫、やってやろう。全てうまくいくさ。全ての答えを見つけたの？いや、でもいつものシターラだったら俺の代わりに全て見つけてくれるはずだ。まったく、これだから。ブサイクな彫刻のところで落ち合おう。了解、また後で。真ん中のこれのことか。さあ、向こう側に
これもすごいね。砂漠の中でやってるクマさん、かわいそう。レンチの声が聞こえているような。公平じゃないな。もちろん公平じゃない。弱いやつがボコボコにやられる。でもそれが楽しいんだろ。みんな弱いやつがやっつけられるのが好きなんだ。つまり再び立ち上がって勝ってほしいってことだろ。デッドセックに例えるつもりか。まあお前がデッドセックを存続させたいなら俺は協力する。でもあの変人を俺たちの象徴にするのはダメだ。あいつはやられっぱなしだ。確かに無理があったな。大会には参加するよな。まあ当然。あ、いいや。すーいた。何作ってるんだ。みんなを踊らせるにはまともなトラックリストがいる。だがこいつは薄っぺらだ。 DJ レイショか。レイショだけだ。昔活動していた頃はな。またやってもいいかもな。他にすることもないだろ。デッドセックは終わっちゃいない。ちょっとつまずいただけだ。すぐに復活する。いつも自信満々だな。ああ、そしていつも正しい。待て待て待て、始まるぞ。はあ、イエーイ、はるかに良くなったな。 DJ が機材を使えないようにしておいた。パーティーの救世主かな。一通り奴らを困らせたら中央で落ち合おう。デッドセックで大会に参加する。後で行く。よし、目標クリア。みんなと話したから、チームで写真を撮るために集まれ。行くぞ。みんな集まれ、集合写真だ。自撮り棒で。ベンチの格好やばいな。おお、チャレンジが始まったぞ。ジョッシュ、数字から答えを出してくれ。ベンチ、ジャバウォックだ。配線をつなげ。ホレイショは敵を妨害してくれ。送らせるんだ。シタラと俺でハックする。始めよう。レッツセック。さあ行こう。このもしやデッドセックチャレンジと。おお、ドローン飛ばしたぞ。起動。見渡したければドローンはあそこ。もう少しだ。侵入した。あ、やばい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 。あ、そういうこと。オッケー、こりゃなんだ。ナイス、デビルサインと協調。集中しなきゃ、タイマーがあるみたい。ハックできるか。もちろん。止まって、動くな。やばい。仰せの通りに。ハッカーチャレンジを完了しろ。あー、そうそう、来てますか。どうしたものか、動きもあるもんね。1個はここ、もう1つはここ。リブート時間が入る、回ってきた瞬間に開けて。で、今度は逆にこっちに流す。こっちから流す必要はないのか。あと一つ。もうするよ、マークス。頑張って。さあ、来るか？どっちからも流れてない状態になっちゃってるから。はい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 。やべ、間違えた。こい。ふぅ。おい、みんな、下がれ。火がつくぞ、下がったろ。レンチ、どうしてわかるの。燃えるしかない。燃えないわけがないからだ。ノー。おいおい、こいつはヤバいぜ。炎の目をしたジャバウォックね。
僕はジョッシュ。誰だ。俺一緒だ。調子はどうだ。俺はマーカスだ。あんたは誰だ。レイだ。燃料が足りねえで。いいつまみがあるぞ。ジャック・スパローがいる。酒を飲むにはつまみが必要だろう。ねえ、ティーボーンじゃないあれ。違う？いや、そうだろう。ジョッシュ。俺は今からオフラインだ。あっち側で会おう。おい、ホレーション、大丈夫か？その言葉にもう意味はないな。大丈夫そうだな。言い忘れてたが、強いやつを混ぜておいたんだ。ジョッシュ？平気。発達障害の治験にも幻覚剤が使われて聞いてるみたい。さあ、何か見つめるものはっと。オッケー。あんたはレイじゃない。レイはレイでもレイモンド・ケニーだろう。昔のハッカー冊子を今でも持ってる。ウォードライバーを読んで10速自転車にアンテナ付きリックで出かけた。あんたのルートキットだって使ってる。生かすだろ。最高だ。ただのクラッカーだと俺は思ってた。だがいろいろと問題を抱えてるように見えるな。リーダーか。ウォーリーを見つけた。いや、そういう仕組みじゃない。デッドセックにはルールがある。紙幣はなし、リーダーもなし。そうか。でもさっきは率いているように見えたな。いや、そういうものと戦ってるんだ。地元のシステムは完全にイカれてる。ビーチにいるどのガキに聞いても同じこと言うだろうな。簡単なんだよ、言うだけならな。ほーら、何年か前クソったれのシステムに潜在的犯罪者にされて、可能性だけでマークされ監視される。そして今じゃ CTOS だらけだ。そうだ、至るところその潜在意識にまで。うん、あんたは増えた。ああ、そういうもんだ。潜在意識じゃない、ベルウェザーだ、マーカス。なかなか鋭いな。だが潜在意識とは違い、ベルウェザープログラムは支配する。ハクスリーとオーウェルのダブルパンチだ。プロファイリング、メディア操作、企業談合、消費主義、全てをアルゴリズムで動かす。そして今ではシリコンバレーの中心から堂々とブルームにいる誰かが CTOS を使ってデータを供給している。勧誘してるのか。俺はな、心の底からあのブルームをぶちのめしたくてたまらねえんだよ。俺が前に進ませてやる。真のジャバホックを倒すのを手伝え。俺でやるんだ、マーカス。なんだってんだ。くそ。おい、マーカス起きろ。行くぞ。なんだ。昨夜はマッパでタトゥーだらけの女とテントで過ごしちまった。おめでとう、よかった。いや、そうじゃない。三蔵部ラグナロクの女だ。すぐ出るぞ。今すぐ行くんだ。急げ、サンズが来る。いやー、ティーボーンですね、レイモンド・ケニーこと。あー、すげー、出てきた。わお、ヘマしたと言ったな。どんな？
俺がマークされたからみんなが危険にさらされる。気づかれるのも時間の問題だ。あいつらどこ行ったんだよ。それだけ十分だろ。相手はブルームだ。お前の目の前にいるのはブルームの天敵だ。そう、ティーボーンはずっと監視されてたからね。システムから削除してやろうか。すぐできる。そんな簡単に？秘密の儀式のためにヤギの生贄が必要かもしれないくらいだな。ここにいたの。スウェルタースケルターには遺失物取扱所がなくって。砂漠で拾ったものは自分のものだからな。なんであいつがここにいるんだ？そうよマーカス、他人を家に入れるなんて。まあ流れでこうなって バイカーから逃げてて、うん、そんなのどうでもいい。彼はすげえ。へえ、すげえね。だからって普通こういうのは話し合うべきでしょ。分かってる、悪かったよ。でもレイとはもう会ったろ。紹介しよう、レイモンド・ケニーだ。あのレイモンド・ケニー本物なの？こいつが？よく言われるよ。ハグしても？うん、2秒だけならな。女子憧れなんだな。これもよくある。いてもらおうよ、正体ハッカー的に。力になってくれる？とにかくいてもいいでしょ。そのそうすべきだ。オッケー、いいわ。でもメンバーと揉めたらあそこを握りつぶしてやるから。肝に銘じとこう。いい帽子だ。いいマスクだ。気が合うな。ビールは？ああ、もらおうか。大好物だ。そうだ、ありがとよ。ついでに機器もくれ。魔法を教えてもらおう。おー、来たレイモンド・ケニー。ミッションクリア。うぅ、さあ、どうなるんでしょうね。あそこにいる。獲得フォロワーすげえ増えた。リサーチポイント。さあ、リサーチ可能。休憩することもできる。休憩するとね、要は夜とか朝に時間をずらすことができるので。話しかけるか。よ、偉大なレイモンド・ケニーは、これが終わったらどうする？よう坊主、世界を変える準備がプレゼントがあるぞ。バット、新しいオペレーション。今目の前で話してるのにもう完全に録音したデータを送ってきたみたいな感じの流れだったでしょ今。あー、レイモンド・ケニーのミッションが受けられるようになったと。よし、ということで今回はここまで。はい、次回からちょっとティーボーンをデッドセックメンバーに入れてやっていきたいと思います。ほんじゃ、またな。